こんにちは、ケーキロンです。今回もミートピアのキャラメイクでマリサ作っていきたいと思います。今回はですね、マリサうちのチャンネルとか大体のチャンネルで割と毒舌なマリサを作っていこうと思います。すっごい風評被害マジで原作の真面目なマリサに申し訳ないですよ。ちょっと目でかすぎたかなと思って今小さくしています。これなんでマリサだけウィッグつけてないのっていうところなんですけど、なぜかと言いますと、魔法使いのジョブにすると魔法使いの帽子がつくんですよ。なんですけど、ウィッグつけちゃうと帽子が見えないんですよ。だから可愛いウィッグつけたいっていう気持ちは山々なんですけど、再現するためにやっぱりウィッグは諦めようということで、今回のこのミーの元々の髪型を使用していきます。今回はね、あんまり私作ったことがない釣り目でやってみたんですけど、どうでしょうか。釣り目はね、難しいですよ。バランスが男の子みたいに見えちゃう時があるんですけど、どうなんだろうと思って、今回のうまくできたのかなと。二重はね、やっぱ忘れずにしとくと、やっぱこう目が大きく見えますよ。多分よくわかんないから、一応多分で保険かけました、すみません。そしたら黒目をなんていうか、書き込むじゃなくて、黒目に手を加えていきます。この黒目の黒目を作って、グラデーションつけて、この時まだ全然メイク方法違ったな。グラデが濃い、もうちょい薄めろと過去の自分に言いたいですね。あ、でも割といい感じだね。色がひまわりみたいでいいんじゃないでしょうか。さあ、黒目の仕上げのなんかこう枠選手入ってきました。いい感じなんじゃないでしょうか。そしたら眉毛、一瞬まつげって言いそうになったけど、うん、いい感じだと思います。そしたらこのハートパーツで三つ編みを作っていきます。このね、三つ編み作ってる時は結構楽しいんですよ。王冠か草かなんかのパーツで今作ってます。リボンがね、可愛いですよね。金髪に白リボンっていうのが、まあ、なんかいいです。やっぱりマリサ可愛いけど、うちのチャンネルでマジでちょっと申し訳ない扱いをしてしまって本当にすみません。この三つ編みのね、今奥行きというか輪郭というかを作っている最中なんですけど、いらなかったかもねこれ無駄手間だったかもしれないと、なんか今反省中でございます、今更。はい、まあでも結構これいい味出してるんじゃないかなと思っております。そしたらこの三つ編みのメインの影をつけて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 、そしたらもうそろそろ完成なんじゃない、うん、いい感じって確認して、ということでマリサ完成です。この帽子のためにウィッグつけなかったんです。うん、いい感じなんじゃないでしょうか。あの帽子もいい感じで、はい、ということでね、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもぜひぜひよろしくお願いします。それでは皆様、さようなら。